pump up the volume. Pump that bass. Days Gone. はい、皆さん、こんばんは。私が残念なブリーフを履いたフリーザおじさんです。皆さん、どうもです。はい、皆さん、残念けまおでございます。皆さん、どうも。ですね、今日は。4月のね、フリープレイの、プレイステーション4なんですけど、4月のね、フリープレイの、前回ね、ゾンビアーミーの、ゲームちょっと紹介したと思うんですけど、もう一本ね、実は4月のフリープレイが、遊べるソフトがね、もう一本あって、ちょっとね、そちらのゲームもちょっとやっていきたいなと思ってて、なんかね、4月は、プレステの4のこのフリープレイ、結構なんかゾンビ系のなんかゲームが2本出てるっていうイメージですかね。じゃあ、早速ね、もう1本の方をやっていきたいんですが、そちらは何かと言いますと、Days Gone！ はい、早速やっていきたいと思います。Let's go！Days Gone！ いきましょう。はい、どんなゲームなんだろうね。全くのね、私、全く初見プレイということで、全くね、操作もわからへんし、実際ね、ゾンビゲームだっていうレベルでしかちょっと分かってなくて、いや、ちょっと楽しみなんですけど、ちょっとやっていきましょう。こっから長いな、これ確か。これ、ロード時間長くな、これ。ロード長、何これ。ロード時間が長。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ということで、別の画面に、ようやくちょっとね、やってきました。画面の方ですかね。まずは Days Gone のロゴがわずかに見えるように明るさを調節してくださいということなんで、ではやっていきましょうか。見える、ちょうど見えるぐらい。このぐらいにしとくか、とりあえず。この辺りで、よろしいのか、とりあえず。OK、行きましょう。始まった。ラストオブアスみたいな感じのゲームなのかな？ラスアスみたいな感じの、あれなのかな？ゾンビゲームなんでしょうか？Days Gone。なんかあれやね、バイクと、ポリスカーが、パトカーが一応ありますね。じゃあ始めていくか。新しいゲーム。構えるが、あれか。まあ、やりながら覚えていくしかないな、こういうのはな。やりながら覚えていくか、とりあえず。OK。それでは、行きましょう。新しいゲーム。スタート。あ、ノーマルでいいよね。イージーと、あ、なんかレベルがなんか選択できるみたいですね。イージー、ノーマル、ハード。ハード2、サバイバル2。いや、もう私はノーマルで結構でございます。私は、ノーマルでお願いいたします。ん？やっぱりなんかこの、ロード時間長くない？ロード時間。ロード時間長っ！この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。マジですか？マダガスカだよな、これ。ああ、始まりました。あ、来た。なにストーリーから始まっていくのかな、これは。ストーリーから始まっていくのかな。いきなりもうあれかな、ゾンビがいる世界になっちゃってるのか、徐々になっていくのか、どっちなんだろう。俺はどっち。うわ、やられてますやん。どうしたの。なんか真ん中の方の頭がすごく頭にタトゥーが乗ってません？いや、頭にタトゥーはちょっとやりすぎでしょ、それ。やばいよ、まずいでしょ。あ、ちょっと待って、パッケージの男の人、これじゃない？パッケージの男の人はこの人かな。彼女どうしたの？怪物どもにやられたんじゃない。刺されたんだ。誰に刺されたんだ。ちょっと待って、誰に刺されたの？早く病院に連れて行かないと、このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。いや、これはちょっと早く連れて行かないと。野外病院とかなんかあんだろ。いや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 、なんだなんだこいつは。あ、やばい。分かったよ。でもやばいよ。2人までしか乗せられない。乗せればいいじゃないの。2人以上は無理だ。どうすんのどうすんの。いや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 、痛々しいですよ。乗せてあげなさい。安心しろ、大丈夫だからな。なんかあれだよな、多分パッケージの人これだよな。パッケージの主役の人これやろ。この女の人とはどういう関係？奥さんってことは、このタトゥーボーイはお兄ちゃんなのかな。それにしても顔が似てないぞ。めちゃめちゃ怪我しとるやん。え、タトゥーボーイどうすんの？タトゥータトゥータトゥー。行き先はどこ？難民キャンプ？ブーザーを一人で残したら死んじまう。ブーザンっていうのはあの人、奥さんなのかなこの人。めちゃめちゃなんか毛穴まで見えそうやな。毛穴まで見えそう。何ですか？ちょっと待って、どういう関係なんだろうマジで。奥さんなのかな。なんかけど奥さんにしてはあれだよね、なんかよそよそしくない？オープニングがここまでなのかなもしかして。何やってんだ。Days Gone 言いたくなるよね、そういうの。言いたくなってしまう。え？そしてそしてまたロード時間が始まった。Days Gone ちょっと待って、ロード長くないマジで。ロード挟んでくるね、結構ね。ロード結構挟むね。面白そうやな、けど、面白そうやな。まあ、ロード時間とね、面白さを天秤にかけたらちょうどいいのかな。2年後 ?2 years after。これあれなのかな、字幕出ないんかな。字幕の設定俺してなかったってこと？もしかして字幕の設定あったりするのかなもしかして。何やらジャングルに私は取り残されたようですか。やば、めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗やんか。ちょっとバイク運転できるんですよこれ。バイク見失った、近くにいる。またエンジンを切れ、エンジンを切れ。タトゥーボーイまだ生きてんだね、タトゥーボーイ。あ、何、うわ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 、ちょっと待って、めちゃめちゃちょっと出血してますやん。何があった？これはドイツにやられたリッパーどもか。え、マジで？ちょっと待って、この人ゾンビになるんじゃないの？違う？大丈夫？レオンに何やられた。レア、誰に？レアに。あの野郎ってことは知ってんのかな。なんか通ってたぞ、あいつなのかな。めちゃめちゃ、あ、もう何俺操作すんのこれちょっと待って、何でやるの？何でやるの？ちょっと R2 ボタンで加速 R2？ ちょっと待って、バツボタンでブーストする。ちょっと待って、あ、止まっちゃったよ、止まっちゃった、止まっちゃった。ちょっと待って、アクセルどれ？アクセルどれ？あ、これか。あ、これか、これで走るやな。 R2 ボタンで走る。なんか後ろからさっきなんか撃たれてなかった？うわ、あ、なんか鹿が走ってたぞ。何あいつを追いかければいいの。とりあえずブーストするか。バツボタンでブーストって書いてたもんな。オッケー。あ、やばいちょっと運転が全然やばいぞ。ちょっとどこちょ難しいわちょっと待って。後ろから撃たれとらんこれ。ちょっとマジでうわDays Gone ちょっと待ってん。木にぶつかってん。木に直撃したんやてマジかよ。何これ難しい。バツを長押しするとブーストしますよと。なるほどね。あれなのかな。とりあえずあいつを捕まえればいいんでしょ多分。うわめちゃめちゃ撃ってくるやんあいつ。ふざけるんじゃありませんよ全く。うわ火炎瓶投げてくるしあいつ。さあ追いついていこう。オッケー。あやばいこっちかな。オッケー。やばいちょっと待って。すごいねこれ。基本何これ全部走れちゃうの。このオープンワールドな感じなのかなこれ。ちょっと待って俺のさこのドライビングテクニックが下手すぎてさ全く追いつかないんだけど。あ追いつかな。 OK いきますよ私のブースト。捕まえれた。 OKOKOK いくぜいくぜ。あなんか動物走ってったぞ。やばいちょっと待て。どこ行ったの。バイクに乗車中バツと R2 で長押しブーストね。うわっやばいちょっと待て。タトゥー君気をつけて。タトゥー君よし任せろ。タトゥー君気をつけて。なんか赤ちゃんみたいな君。こんにちは赤ちゃんあなたの笑顔こんにちは赤ちゃんあなたの泣き声。なぜわかるの。こっから何もうゲームですか。一文字やキャル R3 を押してサバイバルビジョンを発動すると手がかりや周囲の情報が見えるんだって。なるほどこれかな。あこれか。トンネルの中やばくない。くそおいどうする。絶対やばいでしょこれ。ショットガン貸してくれ先に行くマジでショットガン一丁でいけるのこれ。無理ないっすか。大丈夫。ちょっと検問所のせいで渋滞したみたいだな。懐中電灯何。ああたくバカどもがさっさと逃げりゃいいもんよ。考えなしに国懐中電灯がこれかな。あこれか。懐中電灯が下なんだな。下でこれが何このマーカーって何。マーカー徐々に覚えるしかないなこれは。これが懐中電灯ね。 OK いる敵いる。ちょっと待っていないな。とりあえずいなさそうだな。大丈夫。けど声するでこれ。声してますよこれ。この匂いなくせそこだな。ほら行くぞ。何いるの。火炎瓶はどれくらい残ってる。帰りでいい今はほっといて。いや今片付ける。この野郎、暴れてだけだろ。何すんの何すんの。うわお出ましだ。え、ちょっと待って、ゾンビ来んの。うわ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 。オッケー。なになになに、落ち着いて落ち着いて。もう死んでる。ショットガンが壊れちまう。そうだ、ゾンビの巣みたいな感じなのかな今のが。また行くつもりだな。スタートボタンでリロード。こっちからでいいかな。じゃあこの辺りでね、ちょっと一回Days Gone、初見プレイは、終わっていきたいと思います。ですね、30分ぐらいちょっとねこのDays Gone遊んでみたんですけど、自分が感じたのはね、まず労働時間長いなってちょっと思ったんですけど、まあそれに見合うだけのね、なんかゲームのなんだろう、この面白さみたいなのはありそうな気がしますね。ゾンビがね、ラストオブアスとはちょっと違った感じのなんだろうな、世界観というか、まあそんな感じの部分もあり、ただなんだろうな、ゾンビがね結構動きが速いやつらがたくさんいるんで、ハラハラドキドキのね、そのなんだろう、感覚も味わえるし、まあ、結構これは面白いんじゃないですかね。やっぱり前評判としてはね、結構なんですかね、 Amazon とか、まあ、いろんなサイトとか見て事前情報入れてたんですけど、まあ、それで行くと、まあ、結構おすすめだよってことだったんですけど、まあ私、残念ケマオも結構これは、面白いのではないかなとちょっと感じました。ということで、今回の Days Gone のポイント、スコアはですね、星4ということでよろしいでしょうか。ゾンビアーミーよりはね、ちょっとストーリー性もあって、ゾンビゲームの、なんか、なんだろうな、ハラハラ、ドキドキも味わえて、ストーリーもあってね、なんか、良さそうだなというふうにちょっと感じましたね。ちょっとね、まあこれ、今後もやるかどうかはちょっと置いといて、皆さん、おすすめの、ゾンビゲームの一本ではないでしょうか。じゃあ皆さん、本日はこの辺りで、おさらばさせていただきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイキン。チャンネル登録、評価、コメントよろしくね。 Twitter と TikTok もやってますので、皆さんフォローよろしく。では。